岐阜北高校吹奏楽部の定期演奏会は、部活動の集大成となる演奏会で、今年で63回目です。演奏会には市民らおよそ600人が来場し、演奏会を最後に引退する3年生30人のほか、2年生32人が出演、1年生39人は受付や準備などで支えました。吹奏楽のための風の舞で華々しく幕を開け、聴衆の心をつかみました。生徒らはアラジンのメドレーなど12曲を心を込めて演奏しました。仮装してアニメの各パートを紹介しながら演奏する演出もあり、聴衆を魅了していました。